どうも博士にゃん TV です。ポケモン GO 市に万博公園行ってきました。大阪にある万博公園なんですけど、マップこちら、ポケストップが公園内にいっぱいあります。桜がやや舞ってる感じですね。で、何の巣になってるのか調査しに行ってきました。まず出てきたのがメノクラゲ CP182、 そして続いて出てきたのがこちら CP12 のパラス、そしてこちらが太陽の塔をバックにしたメノクラゲ CP195、 そしてこちらがコンパン、これも太陽の塔をバックに、そして EV、 この辺はよく出てくるメンバーですね。そしてこれがロコン、ロコン初ゲット。今回はい、隠れているポケモンを見てみると、メノクラゲにこらったニャース、そしてポッポですね。はい、またまたメノクラゲゲット。そしてメノクラゲ、さらにメノクラゲ。でですね、太陽の塔が実はジムになってます。青チームのジムにヤドランが置かれてます。CP1504。早速、ゴー！バトルしてみました。これヤドランの後ろにナッシーがいるんだよね。とりあえずゴルダックタップしまくる。いきなりリン、そしてシャワーズ登場。頑張れゴルダック、やっぱシャワーズ強いんだよね。1673の CP か。ゴルダックやられる。そしてコダック CP269、 これも即死。シャワーズ強し。シャワーズの後ろにそしてシャワーズ登場。これってなんか赤チームの人が他にもなんかこう参戦してるのかな。味方のシャワーズじゃないからね。シャワーズ VS シャワーズ。ウィン、青チームのジムレベルが1-2。じゃじゃん、こちらエキスポシティの観覧車です。日本一高い観覧車。エキスポシティは万博公園に隣接しています。こちらが水族館のニフレルですね。ポケモンエキスポジムもあります。入り口がオフィシャルショップになってます。中に入ってみるといろんなグッズが置いてます。やっぱりピカチュウ様のグッズがいっぱいですね。基本的にピカチュウばっかり。こんなちっちゃいキャラクターグッズも、なんかモンスターボールとかも売ってます。これぬいぐるみだけど、これもピカチュウ様。ここがカフェになってて、ピカチュウのポップコーンとかも置いてます。これでっかいモンスターボールなんですけど、この先入場料とかいるんですけど、ポケモンエキスポジムで体験型のアトラクションあります。ちょっと期待してたんですけど、ポケモンエキスポジムにはレアポケモンいませんでした。ジムにもなってないしね。他にもピカチュウのリュックとか不思議そうのぬいぐるみとかね、いろんなキャラクターグッズが置いてました。最後にこちら、観覧車に乗った展望がこちらです。ということで、万博公園とエキスポシティ調査したんですけど、万博公園はメノクラゲの巣ということが分かりました。ただね、週替わりで出てくるポケモン変わってくるんで要注意です。ご参考まで。